JT サンダーズの18番山本翔平です。ポジションは、ウィングスパイカーをやってます。27歳です。よろしくお願いします。 JT サンダーズ背番号7番横大輔です。ポジションは、オポジットとミドルブロッカーです。30歳です。よろしくお願いします。ムンソン、スーパースターですよ。昔僕がまだ高校生の時に、デビューして、多分それですよね、すごい破壊力を持った、攻撃力を持った選手だったっていうのをすごい鮮明に思います。で、観客動員数も多くて、そう盛り上がってるっていうイメージが、来る前からそういうイメージがあります。結構サーブをいつでもどんな状況でも強いサーブを打ってくる、すごい攻めの姿勢が強いと思いました。日本よりは、日本は結構こう繋いでいくサーブとか緩く打ったり狙っていったりっていうことがあるんですけど、韓国はどんな、劣勢の場面とかでも多分強いサーブを打ってくる。さっき言ったように、今の韓国のリーグの選手ってほとんどプロペア、やってる、でバレー一本に絞って生活を立ててるっていうに対して、日本人は、その社員契約やってる企業との社員として、JT は仕事はしてないんですけど、例えば8チームのうち、そのリーグは8チーム、10チームですね、10チームいるんですけど、10チームのうちの2チームは午前中に仕事をして午後練習をしたりとか、そういったチームがまだ、日本にはあります。僕たちもバレーを引退、バレー選手を辞めた後は、その今の会社で社員として営業したりとか仕事をするっていう人が大体、みんな大体そういう風に人生を歩んでいきます。この間対戦した、あの大韓国の10番センターの人ですか。違う、なんだっけ、10番の人、もう攻守でバランス取れてるし、彼に結構点数を取られたっていうところもある、いい選手だなと思います。僕も1試合しかしないんで、その大韓航空の選手しか僕はまだ見えてないですけど、その大韓航空のセッターの人とかは本当こっちのブロックを見て攻撃してくるなっていう印象があって、自分たちからしたらすごい憎たらしいセッターだったなって思います。今年から V リーグも、日本の V リーグも新しくなって、今まで8チームだった、それから10チームに増えて、またホームアンダーウェイっていう形式で試合を行うことになって、また今までの V リーグとは違って面白くなると思う。日本の V リーグもぜひ見てください。韓国の選手もたくさん頑張ってここまで、バレーを盛り上げていると思いますが、日本のバレー選手も、毎日練習を頑張って、バレー界を盛り上げようと頑張ってます。僕たちもぜひ応援していただければと思います。よろしくお願いします。ぜひ僕らにも声援を送ってください。お願いします。3 サランヘヨコボ TV。